日本国内阁总理大臣田中角荣应中华人民共和国国务院总理周恩来的邀请前来我国访问，谈判并解决中日邦交正常化问题。联合声明于9月29日上午在北京签字。この国と仲良くしないってことはないんだと。でしかも日本は侵略戦争をやったとならないと、それが一つと、それもしょっちゅう言ってましたね。日本の問題で中国との長くて深いつながりがあって、日本政治の根底にあるものは常に中国問題であり、それを抜きにして日本の政治というものは考えられなかったと言っても過言ではないと。新聞記者だとか役人だとか新潟県とかも人が目白の庭にいっぱい来て、空もヘリコプターがバタ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 出発するの通りに来てるし、もうマスコミで大変お天気の晴れた日だったんですよ。いい日だったんです。たら孫がうちからちょこちょこっと出てきたら、ゆうちゃんってみんなより前でヒューって抱き上げて、あ、おじいちゃんのことわけわかんない、北京はどっちだゆうちゃんって言ったら、あっちって言ったらね、あっちか、じゃあおじいちゃんあっち行ってくるから、もし無事で帰ってきたら一緒にご飯食べようねっつって。もうよくわかる、この辺入った時にも、ああここだって、もうああこれ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 って言ってました。すごくよく覚えてる、感動してましたね。中国政府の心遣いが特別だっていうことが、言葉が不自由でしたからね、筆談してましたけど、だ日本が復興するにはどうするかっていう政治家で、日中は一貫だ、その一つだったんですよ。